はい。はい。ついにさ、入ってきましたよ。僕のテンションはダダ上がりですよ。はい。我らがってジャパンの時に言ってるのもいいや。我らがオールブラックスですよね。うん。のついに2023ワールドカップモデルですよ。もういろいろある。いろいろあるよ、言いたいことは。言いたいことはいっぱい。うん、まずですよ。前どっか行ったかもしれないけど、ワールドカップロゴがオールブラックスは一色できたね。まあ黒と白の方が。そう、もうシンプルできたよね、うん、シンプルできた。で、ここアディダスね。いいね、うん、アディダスのロゴはこれからこういう、レプリカとかはこっちに寄るんだって。あ、字がアディダスって書かないこの3つ、うん、なんていうの、これ山みたいな、これにどんどん変わっていくからね、うん、だから気をつけて、もうこれがシンプルに来たと。で、こちらもちろんオールブラックスですね、うん、全部これはプリント、これレプリカジャージなんですよ、うん、プリントで入ってます。そこじゃないよね、まあ、これよ、これついちゃった。誰が襟を立てて出てくるかだよ。まあやってくれそうな人は何人かいるけどね。アーロンがやってくれそう。いや、サーベアだろ。サーベア、あいつだったらやるだろ。アーディーやっちゃう。アーディーぐらいだったらやる可能性あるよ。こうやってもう立てて入ってくる、うわーって入ってくる可能性あるよね。もしかしたらハーカーの時全員立ててくる、ビンって。それはどうや、ハーカーでも立ててる可能性あるからね。ここ気をつけて。かっこいいじゃん。いいですね、襟付きなんですよ、うん、でですよ、世の中ではあんまり好評ではない、うん、正直。あの、僕ほらオタクだから海外のサイトとか見まくってんだけど、うん、あのワーストジャージーエバーって言ってるやつもいた。もう今回りって言ってるやつもいた。そんなことは1ミリもないって俺は思うよ。で、これ見えないか、映るなんか光の加減で見える。よーく見るとこスカシで模様入ってますね。あ、そうそう、スカシで、うん、あのシダのマークバーッ入ってますね。入ってるんですよ、よーく見るとです。遠くから見ると真っ黒でしょ、遠くから見るとね、うん、だけど入ってますと、はい、いうことになっております。で、中国製ですよね。中国製でポリエステル 100% なんですよ、はい、とりあえずね。それはまあ変わらないよね、変わらない。ただですよ、まあこれでしょう。だからよ、これ知ってるよね、これ。優勝した人しか入れられないんですよ、右袖。いいですね。ジャパンとか入ってないわけですから。うん。これが。いいですか87年、11年、15年と、ここ連覇ですね。で、19年はやられましたよと、ここでね、ジャパンでね。兄さんは誰になるのかってところですよ。これでももう一個来たらもう結構ビームコンドから上に上がるんだろうと。確かにやりすぎたらどうなんだろうね。もうブワーッと10回から優勝しちゃった。2列になるとかね。あるか、それは将来的にはそう、ね、数字だけあるかもしれないね。それはいいじゃないですか、夢が、うん、いいですか。オールブラックスモデル結構入ってたんですよ、いろんなものが、はい、これ選手仕様も入ってます。だからもう選手はデザインは絶対しょんだけど、多分これとか、うん、素材感が違うと。このレプリカに関してはすごいね、伸びる軽めの素材、柔らかい、なので、まあ、T シャツと言っても過言ではない。 T シャツじゃないな。でただこれでガツガツラグビーやったらなんかちょっと不安あるよね、うん、この辺切れそうだよね、ちょっと普通に着ていいかもね、うん、ちょっとね軽め。だからこれラグビーやることは想定されてないかもしれない、もう普通に、もはやあのファン要は応援するよ、うん、そういう意味ではかなり着心地がいい、うん、あのいい感じのジャージになっております。でだ、オールブラックスといえば15が今来ますよね、試合しに、はい、で15のジャージっていうのは存在しないというか、まあ、一般には販売されてないんですよ、うん、でおそらくですけどここの後に XV って、ね、うん、XV がついて15なんだけど、ジャージなんだよ、どういうジャージで来るかだと俺は思ってるのね。新しいジャージをじゃあ15が着るのかってのはちょっとハテナ問題あるわけ。ただ裏でやってるでしょ、プレデスロコットとか、うん、あの子たちはこのジャージになってる可能性あるんだよ。あのもちろんこれついてないよ、うんうん、ついてないで、これもついてて、ここに多分アルトラッドって入ってると思うんでね。でそれに変わっバージョンが変わってる可能性もある。変わってたらそれの15バージョンの可能性もある。でちょっと分からない、正直、うん、俺もごめんなさい、知らないんですよ。いや知らないんですけど、まあ8日ってもうすぐじゃないですか、もう来週とかそういうレベルじゃないですか、はい、なんでまあそこで分かりますよね。で実はですよ、こんな自慢じゃないよ、自慢は1ミリもしてないけど、試合の前日にキャプテンズナに呼ばれてます、僕たちは。うん自分じゃないよ、いつものやつね。まあだから俺のレベルになるとそれ前日に来てよみたいな、おいよみたいな、そんな感じがあるよってことですよ。でだからそこでちょろっと見れたらですよ、うん、もしかしたらフィナンシェとかで
なんとかジャージらしいよぐらいはつぶやいちゃうかなぐらい思ってるけどね。まあそれはわからない、言っちゃいけないって言われたらもちろん言わないけど、別に大丈夫っしょ、取らなきゃいいって言われたらですよね、うん、ただもう公表されてますからね、ジャージだよね、アップされてますからね、うんうん、世の中にね。だからまあ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 いいんじゃないですか、うん、写真がダメなんだな。いやだって写真も出てるからね。あれそのあ現場撮るのみたいな、昔ね、現場この前キャプテンズナイト時は何やってもいいよって言ったから、全然撮ってくださいって言われて、マジ墓とか、うん、墓も墓だけだったら撮っちゃいけないって言われて、撮っていいよって、うん、だって選手と一緒にそこに撮ってたのかなって、うん、集合写真も撮ってたし、うん、あのピッチレベル行って撮ったことあるんですよ。それはやばいね。横にいたのはリッチ・マッコーさんでしたね、うん、その当時はね。そんなことも、いやただね、ちょっと旦那体が昔はね10人ご招待とかあったわけよ、うん、だから俺らアテンドを含めて5、6人の方を呼んだっていう以前はあったんですよ。でも最近はもうほんとギリギリになって、はい何人分とかっていきなり来るから、それこそフィナンシェで行けたんや。お客様をお呼びするってのはちょっと無理があるかなっていうのがあるので、もうしょうがないからね、仕方ないから俺たちが行くってことですよね、うんうん、だからもう全然顔とかほころばないでしょ、うん、そりゃその日忙しいんだけど、それできないのかな、行ってあげるさすがに。はい、ラグビーオンラインですって言えば入れますみたいな。入れない、無理なんだ。それは入れないよ。だってもう怖い話ですけど、そういうのってアディダスとかから来そうな気するじゃん、うん、アディダスジャパンさんがやってくださる気する、まあ、もちろん間入ってくれてるんだけど、呼ばれてるのは入社の協会のそのプロモーションの会社から呼ばれてるから、あでもう名前とか全部分かってんだ、もう全部入れないと、で現場でこうやってやられるんでしょ、うんうん、誰だっけ、青木君やって、うん、入っていいよみたいな感じだった、うん、この前はね、うん、前回も来たよ、行ったよ国立に行きましたね、ね、あれあれあれの今回は多分秩父宮バージョンだと思うんですけどね、うん、あのまあまあまあサインとかもらえたら頑張ってもらおうかなと思ってますが、まあいかんせん15なんだよ。誰行く、グッドヒューとか来てたっけ、マッケンジーもじゃなかった、ドミは本物選ばれてる、あそうだっけ、上選ばれてる、誰だっけ、グッドヒュー選ばれてないか、グッドヒューは15、15誰ですか、あと大物で大物学人で言うと、あれハリケーンズのなんだっけ、上あのハーフも15だよね、フェルナナ、違うフェルナナじゃない方、じゃない方、うんうんうん、あとね大物か、あまあそのみんながドキドキする、まあ大物ですよ皆さん、素晴らしい選手たちですよ、だけどあの要はなんかオールブラックスの第一線でこんな墓とかやってる人たちはちょっと正直フィテにはいないって感じ、残念ながらね、まあでもさもらってきますよ、サインとかね、はい、あれあれあのアキラ言わないんじゃない、アキラか、アキラ言わないは確か選ばれててね、フィテにね、まあまあそんな感じですよね。なんで、それはそれでご期待していただくのと、何が言いたいと、その時のその日ですよ、8日試合なんだけど、7日にキャプテンズは僕たちいるんですけど、はい、8日、あの試合前、僕たち出店しますから、うん、出店するんですよね。秩父の宮に向かう道の、秩父の宮じゃない逆側のサイドね、いつもやってるじゃん、うん、で、いつもやってる場所って今回使えないので、工事の関係で、はい、ちょっと、もうちょっと手前の、うん、また同じような、駐車場って言っちゃいけない、ほんと駐車場なんですけど、もうお借りしてですね、うん、やります。で、なんとでしょう、その2軒先うちの2軒先がですね、カンタベーショップになってます、うん、臨時のね、うん、これ、カンタベーさんの紹介申し上げてるんですよ、僕は偉いから、なんでしょう、だからその瞬間ね、ラグビーショップが並んでるっていう、もう世にも奇妙な物語状態になってるわけですね。いいじゃないですか、ね、福岡店みたいな感じ、福岡店残念ながら終わっちゃうから、うん、閉店しましたけどね、うん、カンタベーショップの隣に俺があるっていう、なんかセットで見られるみたいなね、うん、そんな感じになってますんで、ぜひ、試合前はですね、お時間に余裕を持ってお出かけいただければと。3時だったと思うんで、キックオフ確かね。5時、失礼しました、17時ですか、17時です。3時からやるんでしたっけ、僕たちお店をね。3時ぐらいからはい、ぐらいからやってます。あ、2時や、2時、3時からやってますので、なるべくお早めに来ていただいてですね、あと暑いことが予想されますからね、秩父の宮、うん、なので、ぜひですね、水分とか熱中症対策ですねしていただいて、お越しいただければというふうに思っております。ちなみにこのジャージはもうウェブでも販売してますし、東京店の方でもね、販売を開始してると思いますので、見に来てくださいね、ぜひ。というわけで、今回ご紹介したのはこちらですよね、もうオールブラックス2023ワールドカップモデルのジャージ、ホームジャージ、レプリカジャージのご紹介でした。よろしければ下の方も見てみてください、はい、では